バズの時と。行こう。バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が、闇を生み出したって。違う。心がつながっていれば、どんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ。闇なんか生み出さない。つながる心が力になるか。言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は闇だ。闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。ウッディたちは仲間と引き離されても、思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、つながることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、お前たちがその心を否定するなら、やっぱりそこには光があるんだ。なんだと。ウッディ、今だ。待たせたな、カウボーイの登場だ。ウッディ、私はどうしてたんだ。ん？何のことだ。おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか。そんなはずは。ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカは、そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人情にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。礼としてお前たちに贈り物を残していこう。待て。つながりをたどれ。なんだ。気をつけろ。